送迎バスに河本千奈ちゃん3歳が置き去りにされ死亡した牧之原市の川崎幼稚園は今日も休園が続き、駐車場には花や飲み物が備えられていました。千奈ちゃんは当初座っていた席から移動したことが分かっていて、保護者会では空の水筒と脱ぎ捨てた服が見つかっていたことが伝えられました。警察は今日もバスを検証し、当時の状況を調べています。また牧之原市は園児の一時的な受け入れ先について調整を進めています。